はい、ということで皆さんこんばんは。ちょっと前のパートね、いろいろぐだってしまいました、最終的にね。もうでスタートになりましたんで、どんどんねやっていこうと思います。そうですね、もうそろクリアなので、それに向かって突っ走っていきましょう。で今回ね、この高層突破戦、こちらを、やっていくんですけれども、転移のね誤解の原因を根元から断つため、高層の地で転移を援護せよってことでなっております。長藩の戦いでね、ちょっとこう説得できないような感じになってたので、まあ、この戦いでね、それをちょっとなんとかしようというような感じになっております。で、メンバーなんですけども、この、賀来さん、そして上杉謙信、武田信玄とね、こんなようなメンツになってるんですけれども、まあそうですね、なんとかなるでしょう。賀来だけちょっとねレベル上げさせてもらいましたので、まあやばくなったらちょっと賀来さんに頑張ってもらうっていう感じですかね。まあ、謙信信玄も使えないわけではないので、まあなんとかなると思います。はい、ではね、優しい推移でね早速やっていきましょう。賀来は長藩での戦いに心残りがあった。転移のことである。転移は長藩の集落が戦いに巻き込まれたことに憤り、討伐軍、織田軍双方を敵と誤解した。そのため彼を仲間に加えることはできなかった、集落が襲撃を受けた事実がある以上、転移の誤解を解くことは難しい。ならば誤解そのものが生じないように過去を変えるしかない。なるほど。折しも武田信玄と上杉謙信から長藩に向かう直前の転移を見かけたとの情報が入る。そこで転移がいち早く長藩に迎えるよう手伝えれば、誤解が生じる状況は避けられる。賀来は早速武田信玄と上杉謙信の過去に飛んだ。これはまた随分のどかな場所だね。天井殿はこんなところに何の用だったのだ。まあそれは信玄殿と謙信殿にも言えることですよね。そうだよね。何の用があったんだお二方。気にしちゃダメだよ。しっかり。とにかく今は天井を見つけて用事を手伝ってあげようかね。釈然としないな。早く長藩に戻れるようにな。まあ仕方ね、じゃあやっていこうか。で、装備はねまずちゃんとしておきたいところなんですけれども、まあ攻め重視でねやっていきましょう。間違えちゃった。で、剣心これ第4武器あるんで、これをね装備してやっていこう。第4武器であればもうレベル関係なく戦っていけますよね、ぶっちゃけ。レベル10とかでも全然関係ないですね。で賀来さんもこれあるので、微妙だな、これどうしようかな。まあ剣心ですかね、であれば剣心を待つ風にしてこれでいきましょう。でミッションないので、もうこのまま出陣します。風林火山の兵法教授戦なんてな。はい、ということでちょうどいい感じで切れたね。で、半蔵ですね、無双2の頃の、また別の画像のね半蔵が今回出てきてくれました。さあということでやっていきましょう。大谷だったかね、剣心。転移を見かけたな。この辺か。転移殿の要望は見間違えるはずはない。まあそうか。とにかく探してみようか。よし。まず転移と合流せよってことなので、あ、いたいたいた。すぐいたな。はい、ということで転移に従っていくべきでしょうね、これは。やっぱりここの戦場は黄金刀が相手になるんだね。助けてもらってみたいですね、ここの村の人に。まあ出れば、恩義を返さないとね。これはなんとかしないとね。行方不明の民を探し出して救出せよってことで、まあ緑がね結構ある感じかな。緑というか、そこにいるであろうというような感じでね。なんで一個ずつ調べていこう。どんな世でも乱暴者はいるものじゃな。急いで助けに行こうか。よし。まあ民がね、いらっしゃるということなので、戻ってきてないと、黄金刀に多分襲われてるんだろうということで、村長さん的な人がね言ってたので、では行きましょうか。除雪うるさ。でこっちかな、痛いって言った。大丈夫か。
俺が助けてやる。これ信玄さん無双ですね。まあ殴るだけなんですけどねまあ威力性能ともに微妙ですかね。うん、ちょっとね、まずこのハサイを倒して民を救うと。話はそれから。よいしょ。確かにね、ケニーさんそういうようなあの人生をこう歩んできてるよ。村人に助けられるっていう。はいはいはい、あと2人、うん、どこかな。まず角度これ使いましょう。で無双ですね。で基本的な無双ですよね、うん、ただ切るだけっていう。どっちかって言ったら信玄よりかは剣士の方が使いやすいですかね。信玄重たい割に、うん、いい技が少ないので、剣士は割と面白い技とかね使える技が結構あるので扱いやすいキャラクターなんですけどね。であと一人ということなんですが、まあそうですね、まずこの一体を倒していこう。あ、こっちだね。で、このカクさんとケインの関係なんですけども、実はあれなんですよね。もともとカクさんってそのトウタクとかの分身してたわけで、あのまあ義の格好はしてるんですが、最初から曹操の、ね、とこにいたわけではないんですね。まあケインも同じことを言えるんですけども、先にケインの方が仲間になりまして、ちょっとこの核にはめられて天さんがお亡くなりになってしまうんですよね。実はなんでその核がこう天を今回助けるということで、スタッフが意識したのかどうかちょっとわかんないですけど、ちょっと異様な感じですよね、それっていうのはね。だね。俺たちも気になってんだけど教えてよ、何しに来てたの。村に良かったのか。よし、見つけた。ちょっと一気に倒しましょうか。さて村に戻るとすか。よし戻ろうか。ちょっと待ってねその前に、こいつらを勝たしてからだ。小ずるいだけじゃねえ、格差に言ってるね完全にね。よし、まあちょっとねやっちゃおう。よし、はい。でじゃあ村に帰りましょうか。そうですね、天意と確か同じ歩幅で帰んないとイベント進まなかったと思います。例のものは手に入っているのか。例のもの、時を超えてもその事実は嫌だ。何かを手に入れたのか、うん、いまいち よくわかんないなどういうことなんだ。はい、ということで天意軍団何だっけ、なんとか上昇読めなかった。あ、繊維、うん、繊維上昇ってこと。そうですね、一応勝たしてた方がいいかな。ケニーとかも後から遅れてくると思います。やつらあの肉と違って馬じゃないのでちょっと遅いんですよね。よし帰ろうぞ、はい、ということで、まあ一緒に帰らないとこイベント進まないのでね。で、ここ村の入り口ということで、はい、じゃあちょっとケニーたちが来るまでじゃあ加速装置。さあということで、よし、ありがとうございます。この3人全員救出できましたね、タミ。さあ残るは下に敵がいるんだよ。残りはあいつらだけだな。しっかりお灸を据えておかんとね。二度と同じことをせんように。うん、全ての属性を終了。さあ、お正規タイムの時間だぜお前たち。村の壊滅に注意しつつね、敵を倒しておけってことなんで、やっていきましょう。で、黄金刀のやつらからこう攻めてくるんですよね。なんで、そうだな、僕から行くこともないんですけど、まずこいつ倒そうか。おい、こら。覚悟するのはどっちかなってことだよね。まあそうですね、今この記録アップ取ってるので、だいぶ、やりやすい感じにはなってるんですけども。あ、レベル上がりましたね。信玄の圧なんだっけ。あ、風とこの火を巻き起こす、そんなような感じですかね。嘘よりこれ圧の方が強くね信玄さん。どうですかね、なんか使った感じそんなような気がするんですけど。へいへい、よいしょ。ちょっと軽くねえもんな、まだ。一応パワータイプなんですけどね。うん、惜しいキャラクターだね。よし、入った。で、そうですね、次行きましょうか。であればあと4人ぐらいいるのに多分で全部ね、倒さなければいけないということなので、まあ1匹ずつやっていきましょう。剣心は安定した強さですね振りも速くてね。
技も豊富なんですよね。で、一応タイプ的なスピードタイプなんですけども、まあ、第4武器つけてるってことなので全然関係ないですよね、うん、火力も十分、そして技も、ね、豊富ってことであればもうこれはもう完璧ですよね。ただデザイン的には僕これ3のモデルなんですけども1個前のね、2のモデルの剣士の方が好きでしたね。今回なんかより細身になっちゃってるような気がしますね。2はもっとマッチョまではいかないですけどももっとこうガタ良かったような気がしますね。こいつも倒してと、はい、じゃあ、あれもうこれしかいないの。でアーツがこのビシャモンテンでねあの加護を得て、分身っていうんですかね、自分の後ろにこういうのを、出すというそういう技になります。なので攻撃範囲はだいぶ広がりますね。あれは攻撃力も上がってるはずです。はいってなことなんで、やっていきましょうか。お気をついてやろうぜ。あこれ多分アイテム入ってるんでこれ拾おう。でゲット、ちょうど千人切りもね達成したので終わらせましょう。これまず剣心で暴れる、剣心じゃ信玄ね。はいと、でもう一回アーツ使って、よし、でそうですね、時間、まあ、ちょっと早いけど、まあ、決めちゃおうか。別にこれ以上やっててもね特に面白いイベントとかもないので、そうまず拠点も倒しちゃう。ああ4武器だと楽だわ、拠点落とすのも。敵を硬いって感じないもんね、まず、うん、これは大きなことですね。よしで最後この超慢性なので超慢性を倒してね終わらせよう。じゃない、あれ決まってる、よし、ちょっとカッコつかなかったね。すんませんでした、反省してます、分かればよろしい。これでこの村は安心だろう。よし、なんだその世話人になったな、おかげで手早く進んだ、うん、じゃあわしは急ぐんでな。これなら天意殿も長藩に間に合うだろう。未来は変わったかな、まこんなところだろう、ま、全ては天意を助けるため。ではね進めていきましょう。これで天意殿は長藩に間に合うだろう。俺たちへの誤解も起きようがないってわけだ。まあ一回顔見せて一緒にね戦ってるわけだから、まあ敵とは思わないよね普通に考えたらね。で気になることが、お二人は何をこそこそ隠しているんです。そうだよ、結局何してたんだ。ありゃまだ気にしてたのかね。しょうがない、特別に教えちゃうよ。おお、それは詐欺。え、この地の名手買い出しに来とってね、たまたまその時に天意を見かけたんじゃ。やれやれ、拍子抜けする理由ですな。まったく。はい、ということで、帰ってまいりましたけれども、わしかっこよすぎかの。信玄意外とこういうキャラっていうね。でまあ武器回収してと、4武器はさすがに出ないかな、3つとか取ったけど、うん出ないね。はい、来ました、長藩の戦いの改変後、こちらを、戦場選択で選べるようになりましたと。まあこれで多分天意をねあの仲間にできると思うので次回こちらやっていきましょう。さあ、クリアするまでにねもう一回イナのロード画面が見れるかどうかっていうのがちょっと分かんないですけどもね。炎章さんですね、これも何回も見たような記憶あるんだけど、収録ではなかったかな。おお、でなんか目の前にどうしたんだい。当該殿、鳥海殿の件はお聞き及びですか。あ、鳥海はちょいちょい出てきてるよね、あの奥根さんにいじられたりとか、董卓のために、恩を売ってやろうっつって空回りしたりとかしてね。この時世に己が国の成立を宣言したのは天津さえ周辺への侵攻を画策していると。何やってんだあいつは。え、放置しておけば事態は悪化する一方です、うん、以前より野心あふれる御人では還元を怠った自分にも責任があります。まあ味方同士だったからね、東海さんと鳥海、ね、元同僚の責務として自分が止めに参る。こういうところ律儀ですよね、ちゃんとそのね、やっぱり何とかしたいっていうのもありつつ自分が悪いからっていうのもあるっていうような感じで、東海さんの魅力なところですね、ここっていうのはね。では私も今皆が手を取り合うべき時です、うん、そうと聞いて見ぬふりはできません。それがしもお供いたす。お二人ともかたじけない。
めっちゃええやん。洛陽攻略戦こちら出たんですけども、まあ天意の剣が開発だって解決した後ですかね。東海戦続いて光秀とね、長政も、協力してくれるみたいですね。まあイケメン2人とねおっちゃんが活躍するっていうような感じですかね。あ、呂布殿いるね。俺は世界の危機なんて興味も、貴様らと慣れ合うつもりもない。俺の望みはただ一つ、なたと戦い打ち砕くことだけだ。まあ扱いに困ったら朝鮮さんにね頼るしかないよね。お、お二方イケメン二人がここで何をしてるんだい。聞いたか、そう、ガッピン、スサノオが現れた。え、幼者への途上、行きがけの打診のつもりか。守備についた五軍を襲撃しているらしい。ガッピの守りはリクソンが担っていたな。ああ、リクソンか。知らすには惜しい際、救援に向かうぞ。おお、いいのか。リクソンはお前の敵手だ。すべての人が連合した今、国の別はない。救うべきものを救う、それだけだ。まあだいぶ序盤のパートでね、宝徳さんも言ってるけども、もうこんなような状況になったらね、義がどうこうとか諸君がどうこうとか関係ないですね。人が、襲われてる、やばい状況になってる、だから助ける、まあそれだけですよね。ガッピの戦いが戦場選択で選べるようになりましたと。ちょっとここに来て盛り上がってきてるんですが、そうだね、3つほどステージが出たのかな。であれば、そうですね、まず天意さんを次回助けに行きます。その後ですね、今回出た、残りの2つのステージっていうのは、まあ、順番にやっていくのでね、ご期待ください。次回なんですけども、こちらの長波の戦いの改変後、構想での戦果により長波への帰還が早まった。この機に天意を仲間に引き入れようってことなので、まあそうですね、天意さんとの誤解も解けてるわけですし、早速、救いに行こうかなと思います。で、今回とね同じメンツですね、信玄、謙信、賀来ってことなんで、まあ問題なく、進めていけると思います。はい、まあそんなようなところでね、今回のパートはちょっと早いんですけども、この辺で切らせていただきます。まあそうですね、やっぱりリズムよくね進むとこのぐらいで収まるので、全部ねこのぐらいでやっていきたいんですけども、まあステージによってはねそうもいかないところもあるので、まあまあまあ、そんなような感じなんですけどもね、よろしくお願いします。ではね、次のパートでまたお会いできることを楽しみにしています。ではその時までね、ごきげんようです。バイバイ。